どうも陽介康介でーす。本日ですね、6月発売のニューアルバム、リボンのすべてのレコーディングが終了いたしました。はい、ありがとうございます。ここまで来たぞと。いやー、なんかなんでしょうね、今までにほんまになかった新しい曲調というか。そうね、僕らもやっぱこうね、年々こう年を重ねてるわけですけど、また新たなこう大人の陽介康介な一面がですね、そう、なんすかね、なんか大人やねんけど、こうちょっとこう昔の陽介康介っぽさもあったりとか、あるある、ちょっと感極まりそうなね、こうみんながこ うわーってこう一緒に歌いたいみたいなさ、気持ちになるようなエモさは残しつつね、まず1曲目、リボンというね、今回アルバムの表題にもなっている、なってますね、あの曲も仕上がっていますし、久々の米原康介書き下ろし、詩曲担当しました、アンダンテがですね、これもまたあのなんか懐かしい感じというか、まあ攻めてる感じの編曲になってましたけど、そう、はい、だからね、米原さんね、もう無茶ぶりがね、4月の無茶ぶりはあかんで、6月の発売や言うてて、4月にこんな歌詞できたんですけど、送られてきたの、リボンがバーン送られてきて、そういう話になったら、じゃあこれも入れるってなるやん。そうですね。ほんまはこのアンダンテ、米原作詞作曲のアンダンテが、1曲目に来て、そうですね、アルバムになるというような流れだったんですけど、ちょっとね、この前のツアーからこうリーディングソングっていう感じで、その歌詞をちょっと朗読しながら歌の本編に入っていくっていうのを実験的にやってみたんですけど、昼夜の間に書いたからちょっと出来たてほやほやなんですけど、じゃあちょっとこういうスタイルで改めてじゃあ曲の世界観を楽しんでもらおうかなと思っております。街の中に溶け出した愛は一体誰のものなんだろう。拾って丁寧に確認しても僕の名前なんてもちろんなくて、おのずと君の名前もそこにはない。いや、もしかしたらそもそもこの世にそんなものは存在していなくて、全て僕の頭の中で生み出した妄想なのかもしれない。いや、そうあってほしい。でも僕の体に細胞に確かに刻まれている。深く突き刺したナイフの傷がケロイドとなったものらしく、そこにこびりついている。
ってくれ。意外とあのファンの皆さんから好評で、はい、じゃあこれ広げてみようかっていうことで、うんうんうん、リボンのこうめちゃくちゃ長い歌詞が送られてきて、もう6月発売や言うてんのに、今かいね、4月にね作るというですね。いやでもいいスピード感というか忙しい中ね、うん、いやなんかすごいいいアルバムが、そうそうそう、完成したなという、うん、感じで皆さんにですね、うん、届けるべく、うん、2022年、ね、ライブもありますし、はいはいはい、ナイトツアーもありますし、このまずリボンを引っ提げて回っていきますんで、まずはこのリボンをじっくり皆さんに聴いてほしいなと思っております。今までですねライブでは披露してたけど、うん、音源としては未発表だった曲サンゴーズダウンと、そうね、ね、チケットトゥーミリオンお互いのソロも今回入っていたりと、はい、だからなんか本当に初期の、うん、It's My Worldみたいな構成に近いのかなっていう、はい、ボリューム感もいつもワールドぐらいのボリューム感になっていて、うんうんうん、でそこからやっぱりこう成長してね、うん、やっぱこの音楽を止めないというですね、はい、まあ僕らのこの今の姿勢がちゃんと現れてるんじゃないのかなと、はいはい、うん、思いますよ。なのでですね、うん、6月改めて楽しみにしておいてください。はい、リボンよろしくお願いします。お願いします。ということで陽介康介でした。ありがとうございました。バイバーイ。才能は変えない、スマートに好きと言えない、みっともないくらいに自己肯定感は下がる。いつも探してる街中や電車の中、生まれ変われるその時をいつも願ってる。守るだとか救うだとか一生だとか永遠だとか、大層な言葉は恥ずかしくて言えない自分が一番ダサい。この気持ちが化石になって砕け散っても存在は消えない。突然変異的劇的ドラマ想像してみよう。君がヒロインで僕がヒーロー、かっこよく君を助けたいよ。つまずいて転んで泥まみれ、傷だらけ這いつくばったって手を伸ばすから結び直して君のヒーローにしてくれるかい。僕のヒロインでいてくれるかい。